ホールディングタイプカヤックもしくはホールディングカヤックは分解可能な組み立て式のカヤックのこと。1907年にドイツのクレッパー社によって世界で初めて製品化されたファルトボートが有名でホールディングカヤックのことをファルトボートと呼ぶ人も多い。日本では1980年代にアウトドアブームや野田と介の影響、カヤックを保管するのが困難な日本の住宅事情と 相まって普及した。船体符とフレームで構成される。インフレータブルと呼ばれる空気注入式の船や両方の利点を活かしたハイブリッド式の船もある。船体のスタイルにはメーカーごとの個性の違いがある。 また、解体すると、和行バッグに入るくらいにまとめられるものもある。自動車がなくても、公共交通機関で移動できるなどの利便性があり、川旅に向いている。ただ、日本の川は、川幅が狭く急流であることやダムの乱造によって、水量が少ない場合が多いため、船底を擦ると、穴が開きやすいという欠点がある。また、帰宅後に、 洗浄や乾燥などの作業が必要である。主に清水域や難易度の低い流水域で使用されるが、技術移管によっては、ある程度のグレードの高い革でも使用できる。強度を持った製品も発売され、使用の幅は広がっている。ありがとうございます。